どうも、エルザです。それでは、ゼルダの伝説、トワイライトプリンセスやっていきたいと思います。インパルさんのところちょっと来ないといけなかったんで、戻ってきました。いやー、結構、往復だね。行ってきてが多い。ワープがなかったからねー。だいぶ馬走らせたよ。お、めっちゃ猫いるじゃん。抱けるマジで抱けるじゃん。猫待ちになったの。めっちゃいるよ。いや、めっちゃ猫いる。一瞬さ、おばあちゃんと猫が重なってさ、抱くってなるのよ。ほら、猫なんだけど、びっくりするよね。おー、その杖はもしや。コピーロッドと呼ばれる杖では？もうまさかあなたが天空への使者だったと。我が一族の逸話によると、昔王家がまだ天空と交流があった時代、天空のものより不思議な力を秘めた杖を献上されたそうです。その杖はコピーロッドと呼ばれ、王家が天空への使いを送るとき、王家が認めた天空への使者のみがその杖を持つことを許されました。そして我が一族は王家の命により天空への使者が必要とするある書物を代々守ってきたのです。これがその書物です。どうぞお受け取りください。天空の古文書を手に入れた。民衆の天空語で記された書物、ところどころ言葉が書けている。手がかりなんだね。イニシエの天空語で書かれているそうです。この里を離れても本当によかった。もしあの子に会っていなかったら、私の今の私はなかったでしょう。あの子との出会いをきっとこのことを知らせる神のお導きだったかもしれません。そうだね。でこれを鹿にいた一人見せるわけか。なんだい？あ、天空文字じゃないか。一体こんなものをどこで？もしかしてこれが開封の言葉？よし、とにかく試してみよう。群島の滝にろてね。ナイロ群島のごてね。何も反応がない。この石像じゃなかったのか。エルザありがとう。おかげで少し謎が解けてきた気がする。とりあえずこの古文書返しておくよ。僕これから他の石像を当たって書いてあった呪文試してみようと思うんだ。他の石像の場所はもう何度も足を運んでるから全部頭の中に入っているんだ。君のマップに印をつけておくから僕に用があるな。そこに来てくれ。フクロウの形をした石像だからすぐわかると思うよ。それじゃ。おお。ピーロットに魔力が戻った。太古の石像に命を吹き込む不思議なロット。結局あの人がってか古代文字が呼べないとダメだったんだ。古文書に隠れていたのはロットに魔力を出さす呪文だったのか。これで前みたいに石像を。確かあいつ石像がある場所に印をつけていたと言ったよな。とりあえず行ってみないか。そうだね。だろあれか、巡る旅か。こうでしょう。反応しないと。これは特殊なんだ。ちなみにここ渡れないから反対側なんだよね。普通に出て馬で移動したが早いか。探す旅へと出かけますか。6箇所6箇所か。骨折れるね。
ぱり登れないのか、馬ちゃん。さあ、まずは一つ。天空文書1個見つけた。天空の古文書に書かれた呪文の書けた言葉一部だが、まだ足りない言葉があるような。あー、じゃあまあ巡って巡ってって感じか。意外と距離近かったね。さあ、2つ目ゲット。ついでに反対側のお宝もゲットしちゃおう。石像を落とさないといけないのは間違いないんだけど、上から降りてきてるよね。あー、そういうことか。OK、 これで OK。 さあ、これで半分。とりあえず取るのなかなか難しそうだね。さあ、天空行こう。お、行けた。じゃあここだね。で、いや、逆にここどうやってあいつ入ってきたの？爆弾ないと通れないのに。すげえな。まあでも、何かしら上行ける方法あるんだろうね。あー、これか。やばいやばい、危ない危ない。まあいいか、別にもうこれで普通に登ればいいだけだもんね。さあ、最後に一つ。さあ、完成。じゃあ、かかりこ村戻ろっか。どうだい、これ。こないだの古文書かい？あれ、前見た時より文字が増えてる。どうやって調べたんだい、エルザ。すごい、すごいよ。今度こそ本物の開封の言葉に違いない。早速試してみるよ。泣いた気にロコトの軍手ね。泣いた気にロコトの軍手ね。泣いた気にロコトの軍手。おお、他の石像と同じ形になった。頭がこんがらがってきた。エルザ、ごめん、少し冷静になってから考えてみるよ。まあ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 、見ないの？見ないの？
の人書類取るだけ取って持ち逃げしに行って行きやがったね。持ち逃げしたね、あの人ね。まあいいや。じゃあ、お先。エルザ。君、どうやって石像を？それにここは。すごいすごいぞ。この大砲はまさに親父の文献だった天空砲じゃないか。やっぱりここが怪しいと思ったわ。僕の勘は正しかった。でもこれをどうすれば天空の都市行けるんだろう。修理しないといけないってことか。で、大砲か。これどうするエルザ。ワープさせよう。だけどさっきからずっとあいつが見てるからな。ああ、どけないとダメか。どけさせるには。あ！もしかして、僕って邪魔？ああ、ごめんね、気が利かなくて、こういう時僕は消えるべきだよね。じゃあ、エルザ、結果はまた今度聞かせてよね。すまんな。そうそう、最後に一つだけアドバイス。それ、どうも壊れてるみたいだから、先に大砲の専門家に見せた方がいいと思うよ。じゃあねー。気使わせちゃったかな。優しいね。はい、じゃあ飛ばそう。ね、大砲だったらここっしょ。よし、これであとは修理だね。修理してもらわねえかん。よ、兄ちゃん。なあ、あれ兄ちゃんの？兄ちゃん自前持つほどハマっちゃうとはね。ちょっと見せてくんない？兄ちゃんにご自慢の大砲さ。いや、修理してほしいわけっすよ。これはまた随分レトロだな。でも起動装置がねえからこのままじゃ使えねえじゃん。ことの場合によっちゃ直しやってもいいけど。そうだな。前払いで300。あ、いいよ、全然。さすが兄ちゃん、話がわかるね。ちょっと待ってな。寝ながら売ってんだよな。お？持たせたな、兄ちゃん。バッチリ直してやったぜ、多分な。ボンボロだけど、中身はすげえぜ、これ。マジで焦点しちゃうかもよ。兄ちゃん、やべえかもよ。さて、じゃあ邪魔しちゃ悪いから帰るわ。あとは一人で思う存分楽しんでくれよ。そう考えるとなかなか知識あるよね。あ、またあんじゃん。フックショットなのこれ。あ、おばちゃん来た。
ふう、やっと帰ってこられたわ。お兄ちゃん、ようこそ。ここは私たち天空人の都よ。じゃあ、せっかく来てくれたんだし、おばちゃんが都の中案内して。わー、厄介なのいる。うわ、おばちゃんめっちゃいるじゃん。困ったわ、お兄ちゃん大変なのよ。なんでも竜が都の周りで暴れ回っているらしいわ。おばちゃんみんなが心配だから、ちょっとそこのお店で様子を見てくるわ。はあ、ここ天空都市か。スカイウォードの時と比べるとやっぱまあ違うよね。まあ、風で飛ばされると。お宝もあるし、ちょっとお宝も回収しとこっかね。あーってことは、アイアンブーツ使うね。風に吹き飛ばされるってことはね。ルッピー。なんかさ、ずっと声が聞こえんのよ。ちっちゃい声。なんだろうな、声的にミファっぽいっていうか。でもこの時ミファの設定ってまだないよね。じゃあそっから戻ることはできる。うわー、なんかすごい。なんかすごい。ごめんね、せっかく遊びに来てくれたのに。お兄ちゃんは年を見て回るつもりじゃないの？やっぱり仲間も心配だし、こんな非常事態にじっと待ってなんかいられないわ。だからおばちゃんも連れてってーと。まあ結果仲間になるっていうね。で、買い物もできると。あなたハイリア人？違うか。私少しなら喋れる。言葉わかるか。欲しいものないか。爆弾、矢、矢は買っとこう。アンテラ油。薬はあるからいいかな。模型か。二足歩行で動いてたんだよね。はい。じゃあ今回ここまでにしたいなと思います。まあ、次回天空攻略だね。天空都市でいいのかな。まあ、あとはドラゴンか。でも天空で邪魔してきたドラゴンってスカイウォードでいたからね。あれなのかなっていう気はするけど。まあまあ、ちょっと楽しみにやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。